はい、皆さんこんにちは。盆栽推奨の松江です。今回はですね、春の、臓器シリーズと、まあ、いうことで、まあ、ちょっとこう楓の、以前に徒長枝を剪定するっていうふうな、そういうふうな、動画を紹介しましたが、今回は葉刈りになります。葉刈りの動画で、まあ、ちょっと皆さんどういうふうな感じにね、まあ、枝が変わっていくのか、それと、まあ、葉刈りをすることによってどういうふうな効果が得られるのかっていうのも、この動画を見ていただければ、理解していただけると思います。それでは始めていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、葉刈りの手順を説明していきます。まあ、ハサミでね、丁寧にこう切っていただいてもいいんです。こういうふうな感じでね、切っていただいてもいいんですけど、要はこう外側に大きな葉っぱがありますね。で、この外側の方にある大きな葉っぱっていうのは、どん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 太陽光線を浴びて、こう太陽の光を精いっぱいこう浴びようとして、結構大きな葉っぱのね、まあ出てます。で、こういうふうな葉っぱがあると中の方が蒸れてしまいますし、風通しややっぱり日の光とかそういったものも、十分に中の方の懐枝っていうのがしっかりこう、また成長することができませんので、やっぱり中の方に追い込んだり、やっぱり綺麗な枝を作っていくには懐枝っていうのが必要ですのでね、やっぱりそういうふうな中の方の枝がちゃんと、まあ、生き残っていけるように、外側の方の大きな葉っぱとかそういったものをこう取っていくということですね。それでは始めていきますね。まあ、こういうふうに基本こういうふうにハサミで取っていただいてもいいし、あとは、まあ、枝がね、あんまり取れないようにちょっと注意しながら、こういうふうに手でこういうふうな感じで、こういうふうな感じでこう透かしていただいてもいいです。今回はね、ちょっと外側の枝がだいぶこう伸びてますから、まあ、ほとんどの葉っぱをねちょっと取っていくっていうふうな感じの方がいいかなと思います。こういう感じで枝が折れないようにちょっと注意しながらね、ちょっと奥にやっていきます。はい、まあこのようにですね、葉刈りをしていきます。まあ中の方にこういうふうな小さなね、今中の懐芽だった、まあ、葉っぱがちょっと残ってますけど、本来ならまあこのぐらい葉っぱを残して、まあ、やっておけば先端の方から新しい芽が出てきて、またわーっと枝となってきていくんですけど、今回はちょっとね、剪定の動画をまた今後にも作っていきますし、また葉刈りのどういうふうな効果があるのかっていうふうな、そういった細かい説明もしていきますので、ちょっと一回全部ね、葉っぱを全て取ってしまって、まあ葉刈りをする上で今後にまあ剪定するときに、どのような基準で結局こう枝を剪定していくのかっていうふうなこともね、皆さんにまあちょっと分かりやすいように、今回ちょっと全部ね、葉っぱをね取っていきたいと思います。この楓は、まあ、葉刈りが効く木なんです。で、モミジと、まあ、楓ってありますけども、モミジの場合は葉刈りはあんまりしない方がいいです。なぜかって言いますと、葉刈りをすると
次の2番目っていうのが、もみじの場合は葉っぱがものすごく薄くなるんですよね。で、葉っぱが薄くなるっていうことは、これから夏を迎えますでしょ。で、夏を迎えてくると今度火に当たると葉っぱがものすごく焼けやすくなります。で、それとうどんこ病とかそういうふうな病害虫なんかもものすごく弱くなります。ですからもみじの場合はもう春先に出た新芽を秋まで残すっていうふうにした方がいいです。で、それと、もみじなんかでも剥がりをして、じゃあその枝が細かくなっていくような効果が得られるのかっていうと、中の方にね、懐芽がいっぱいできるんですよね。で、その懐芽を今度全部そのピンセットで一個一個処理していかなければいけませんので、余分な手間がね、やっぱ増えていくような感じになるわけですね。ですからもみじの場合は剥がりはしない。でもカエデの場合は剥がりをしてもものすごくこう強健な木ですから、もうどん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 新しい芽が吹いてきます。ですからもみじと違ってちょっとこう剥がりっていうのはすごく向くんですよね。新しい芽が次々吹いてくると。で、剥がりを行うタイミングですけど、まあ今現在5月近くで剥がりしてますけど、だいたいまあ1ヶ月もすればまた新しい新芽が出てきます。で、新芽がもう新しい新芽がわーっとある程度葉っぱが出てくると思うんですけどね。まだね、幼い頃っていうのはちょっと赤いんですよ、葉っぱがね。で、もう完璧にちゃんとした葉っぱになってくるっていうと、こういう感じのね、しっかりしたこういうツヤのある葉っぱですね。で、こう触っていただいてもしっかりした葉っぱです。で、まだこう幼い葉っぱっていうのはね、わかりますかね、こんな感じのこういう感じのね。で、触っていただいたらもう本当にこうちょっとこうつまんでキュッキュッとやると、もう本当にもうちょっとなんて言うんでしょうね、もうあんまり柔らかい状態でもうくるくるくるっとやると、もうこういうふうにもうすぐに丸まってしまうような、そういうふうな葉っぱですよね。すごく柔らかい状態です。で、このまだ赤ちゃんの時っていうのはある程度もう外側にねあるうちっていうのは剥がりしない方がいいですけど、ある程度葉っぱが茂って、葉っぱがこうツヤツヤしたね、こういう立派な葉っぱになってきたら、もう一回剥がりっていう風な感じで、まあ年にそうですね、2回から3回ぐらいとか、まあ多い人によったら4回5回という風な感じで剥がりをされる方もいますけど、まあだいたいまあ2、3回ぐらいを目安に剥がりしていただくような感じにしていただいた方がいいですね。で、そうすると太い枝があまり出ずに、細かい枝、細い枝がどんどんできていきますから、そのまま葉っぱを残しておきますとね、どん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 そこにまあ栄養が集中してしまって、結構割と枝がゴツゴツになってしまいますから、この剥がりをどんどんねしていくことによって、こう細くしなやかな感じの枝になっていきますから、だからその点をまあ踏まえた上で剥がりをしていただくということですね。はい、それでは、剥がりが終わりましたね。まあちょっと中の方のね、懐の葉っぱは、まあ通常残していただくといいと思いますね。で、外側の、まあできるだけ葉っぱの大きな、まあツヤツヤした結構大きな葉っぱとか、そういったところをね、取っていただくようにすると、そうするともうあっという間にすぐにまた元通りにね、また葉っぱが茂ってくると思います。で、これをまあ年のうちに何度か繰り返して細かい枝を作っていきます。ただ、まあこれで終わりではないんですよね。まだ今から剪定をしていって、今度は力が集中しすぎているところとか、そういったところをね、枝を剪定して、もうできるだけ二芽になるような感じの、そういうふうな剪定法も次の動画で紹介していきますので、また次の動画もご覧になってください。はい、それでは動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆さん、動画をご視聴いただきありがとうございます。これからもお役に立てるようにこうした技術をお伝えしたいと思います。チャンネル登録、いいねをいただけると励みになります。また疑問に思ったことなどコメントをいただけると参考になります。それでは一緒に盆栽を楽しんでいきましょう。